どうもこんにちは。芸能界というのはとても華やかな世界です。そのためそこら中に誘惑が潜んでいますよね。結婚しながらも不倫、浮気をする人は一般人でも多数いますが、芸能人だから週刊文春やフライデーに見つかってしまい、公表されてしまうことがあります。そこで今回は、不幸にも週刊誌などで浮気や不倫を公表されてしまった有名人らを紹介していきます。篠田麻里子さん、1986年3月11日生まれのモデル、タレント、アイドル、 AKB48 の元メンバーです。 AKB48 の第一期のオーディションを受け、合格とはなりませんでしたが、 AKB 劇場内のカフェスタッフとして勤務しながら、2006年に AKB メンバーとして抜擢されました。それから2013年まで AKB メンバーとして活躍をし、テレビドラマや CM など数多く出演をしていました。2019年2月には3歳年下の一般男性と結婚をし、2020年4月に長女を出産しました。2021年にはベストマザー賞芸能部門も受賞し、順風満帆な状態。旦那さんも元 AKB のトップアイドルとして結婚したから、さぞみんなから羨ましがられたことでしょう。そんなさなか、2022年12月に既婚者との不倫が文春オンラインで報じられました。ベストマザー賞受賞の経歴は何だったのでしょうか。近藤真彦さん、1964年7月19日生まれの歌手、俳優、さらにはレーシングドライバーも行う元ジャニーズ所属のタレントです。1979年10月に3年 B 組金八先生で生徒役でデビューし、田原俊彦さん、野村義雄さんと共にタノキントリオとして大活躍していました。当時の女子生徒は3人の中で誰が好きとか、そんな話で盛り上がっていたそうです。1989年には当時付き合っていた中森明菜さんが自殺未遂騒動を起こしたのが衝撃的でした。その後の1994年に一般人女性と結婚をし、2007年に男の子が誕生しています。そのような順風満帆な生活の中、2020年11月に週刊文春により不倫旅行が報じられてしまいました。お相手は25歳下のオーダースーツの会社を経営する女性社長ということで、5年前に会食で出会い、その後にお付き合いが始まったそうです。2020年時点で56歳でお金も地位もあれば、25歳以下の人とも付き合えるだろうし、50代の同年代の女性なら喜んでついていく人もいるでしょう。56歳の成功者、31歳の女性社長が付き合っていても大人同士だし、人生を謳歌しているのでしょう。広末涼子さん、広末さんは1980年7月18日生まれのアイドル、女優です。14歳の頃に CM でブレイクをし、 NTT ドコモのポケベルの CM キャラクターで世の男性を魅了しました。2003年12月にモデルの岡澤孝宏さんと結婚をし、第一子が誕生しています。その後、2008年3月に離婚が成立し、2010年10月にキャンドルアーティストのキャンドル・ジュンさんと再婚し、翌年には次男を出産、2015年には第三子を出産して3人のママとなりました。そんな中、2023年6月に週刊文春に佐藤健さんに続き、2回目の不倫報道が報じられました。お相手は有名シェフの鳥羽周作さんで、6月3日午後9時半頃に都心の高級ホテルで落ち合ったといいます。写真はフラッシュに掲載されていました。今回の鳥羽さんはワイルドな見かけで、広末さんより3歳年上、おじさんからすれば永遠のアイドルの広末さんと仲良く過ごしたくなる気持ちはすごくわかるし、羨ましいけど、ダブル不倫だとちょっと家族がかわいそうですよね。矢口真理さん、1983年1月20日生まれのアイドルで、モーニング娘。の2期メンバーです。身長は約145cmで、150cm 以下の身長を集めた姉妹グループ、ミニモニでも活躍をし、バラエティにも多数出演をしているトップアイドルでした。そんな活躍中の2015年に身長 192cm でイケメン俳優の中村雅也さんと結婚をしました。そんな2人で2年後に修羅場になるなんて誰も思っていなかったことでしょう。2013年5月に5月下旬に女性セブン週刊女性で2013年2月の不倫状況が報道された。
なんと夫の中村雅也さんが不在時にモデルの梅田健三さんと不倫をしている中、夫の中村雅也さんが帰宅をし自宅で鉢合わせになったということ。まず自宅に連れ込んでしまうとはなんと愚かなことでしょう。しかも鉢合わせしてしまうとは、さすがにこんな修羅場を経験した人はあまりいないんじゃないかと思いますが、想像しただけで恐ろしいですね。矢口さんは報道後にすぐ離婚し、しばらくテレビに出ることはなく謹慎期間に入りました。その後不倫相手の梅田さんと2018年に再婚をしたことを公表しました。植草克秀さん、1966年7月24日生まれの俳優、アイドル、タレントとして活躍しています。1980年にジャニーズ事務所に入り少年隊を結成し、当時の女性陣から絶大な人気を誇るアイドルでした。渡る世間は鬼ばかりなど多くのドラマに出演をし、映画、舞台など数多くの場面で活躍をするトップアイドル。俳優で2020年にジャニーズ事務所を退所し、2021年には個人事務所で活動をすることが発表されました。1994年に結婚し長男、長女が誕生しましたが、2010年に不倫や DV が原因とし離婚しています。最初の奥さんはモデルをしていただけあってすごく美人でした。その後不倫をしていたと言われているお相手の一般女性との間に娘を授かり、2013年にはその女性と再婚しています。独立して個人事務所で活躍をしている中、2022年3月31日にフライデーより千葉市郊外の3000円のラブホテルで不倫をしていることが報じられました。お相手はイベント企画や PR 事業を行っている30代後半の田丸真希さんにの女性社長ということで、ラブホテルにはいるところや食事をしている写真を撮られています。コメントではラブホテルには行っていないと全面否定をしているが、今の奥さんは元不倫相手だし、やはり奥さん一筋とはいかないんだろうという印象ですね。ファンもいるだろうから不倫を認められないのでしょう。今井絵理子さん、1983年9月22日生まれの歌って踊れるスピードの元メンバーで参議院議員もされています。数多くの有名人を輩出している沖縄アクターズスクール出身で、1996年にスピードのメンバーとしてデビューし、数多くのヒット曲をボーカルとして支えました。2000年にはスピードが解散し舞台などで活躍をしていましたが、2004年にイナゴライダーの翔吾さんと結婚、妊娠を発表をしました。そのお子さんが感音性難聴という病気を患っているということも公表しています。2007年にはイナゴライダーの SHOGO さんと離婚し、シングルマザーとして TV など活躍していましたが、2016年の参議院選挙で自民党から立候補し見事当選しました。そして議員活動をしている2017年7月に週刊新潮が神戸市議員の橋本健さんとの不倫疑惑を報じました。橋本さんは自身の婚姻関係は破綻しているが、認識の甘さで軽率な行為を取ってしまったと説明をしており、不倫が露呈しました。お互い議員ということで、さすがに新幹線でバレるように手をつなぐのは油断しすぎだと言えるでしょう。その後橋本さんは妻への生活費を減額するなどということが公表され、批判にさらされ、また政務活動費を不正に受け取ったとして2017年8月に議員辞職となりました。上原貴子さん、1983年1月14日生まれの歌って踊れるスピードの元メンバーです。1996年にスピードとしてデビューをし、2000年に解散をするまで活動しました。その後は声優や女優などで活動をしていました。2012年には E.T. キングのテンさんと結婚しています。ただし幸せな結婚は続かず、2014年には夫のテンさんが自宅に停めた車の中で自ら命を絶ちました。テンさんの家族から遺書の内容が2017年に公表され、その中で上原さんが不倫をしていたという内容が記載をされていました。貴子へありがとう、そしてさようなら、子供ができない体でごめんね、本当に本当にごめんなさい。幸せだった分だけ未来が怖いから何もなさそうだから許してください。僕の分まで幸せになってください。きっと阿部剛となら乗り越えられると思います。次は裏切ったらあかんよ、お酒は少し控えないとあかんよ。
嘘はついたらあかんよ。多分僕のことを恨むでしょう。でもいつかは許してくださいね。最後はいろいろと重荷になるけど、ごめんなさい。これが未来を考えた時の僕のベストです。わがままを許してください。いつか忘れる日が来るよ。きっと大丈夫。今から大変だろうけど。頑張ってトントンとお幸せに。車は開けないで。警察を呼んでください。名指しされたのは阿部さん。中国系日本人の俳優さんで、2009年に中国人女優の鹿さんと結婚しているので、ダブル不倫の状態でした。ダブル不倫をしているのに写真を撮ったり、家族と会ったり、お互い隠し事をしている中で、それを旦那さんに見られたらってことを考えられなかったのかと思います。東出昌大さん、1988年2月1日生まれの俳優、ファッションモデルです。高校時代にメンズノンの専属モデルオーディションでグランプリを獲得し、芸能界デビューしました。2013年には朝ドラ「あまちゃん」「ごちそうさん」に出演をして一躍スターとなりました。そこで共演をした2歳年上の女優のアンさんと出会い、2015年に結婚しました。2016年に双子が誕生し、2017年には第三子が誕生して、幸せな家庭生活を送っていると思われていました。そんな中、2020年1月に週刊文春が10歳年下の女優唐田絵里香さんとの不倫を報じ、出演をしていたコマーシャルなどが打ち切りとなっています。2018年公開の映画「寝ても覚めても」で共演し、そこからの付き合いということで、妊娠中のよくできた年上の奥さんを置いといて若い10代の女性に手を出したということで、世間の奥様方を敵に回してしまいました。そして2020年8月1日に修復できずに離婚を発表しました。豊原康介さん、1965年9月25日生まれの俳優さんです。1982年よりテレビドラマ、映画にデビューをし、非常に多くの作品に出演をしている名俳優ですね。1998年に一般の方と結婚されており、お子さんもいらっしゃるが、私生活はあまり公表はされていませんでした。そんな中で2015年にフライデーで元アイドル女優の小泉今日子さんとの交際疑惑が報じられ、2018年2月に正式に付き合っているということを公表しました。協議離婚中ということで、法律的には不倫ということになりました。渡辺謙さん、1959年10月21日生まれの日本を代表する俳優さんです。 NHK の大河ドラマ、ハリウッドなど数々のドラマ、映画に出演し、アカデミー賞の受賞など数々の賞を受賞されています。そんな渡辺さんは1983年に最初の結婚をし、長男は俳優の渡辺大さん、長女は女優の杏さんです。2005年3月に最初の奥様と2年に及ぶ協議離婚が成立し、2005年12月に女優の南果歩さんとスピード結婚をしました。この時の結婚の経緯が南さんとの不倫にあると報道されています。めでたく結婚をし、南さんと幸せに暮らしていたところに、南さんが乳がんで闘病しているということが公表されました。そのような時期の2017年3月に元ホステスとの不倫関係を週刊文春に報じられて、釈明をすることになり事実を認めました。雛形明子さん、1978年1月27日生まれの女優、タレントです。1992年にテレビドラマでデビューし、そこからグラビアアイドルとして活躍をして、当時の世の中の男性を虜にしたひなポーズはとても有名ですね。1998年5月に CM ディレクター山本和馬さんと結婚し、2000年5月には長女が誕生しました。そんな幸せな生活の中で、2001年11月にフライデーにより年下のマネージャーとの車中不倫が報道されました。2003年には離婚し、シングルマザーとして活躍をしていましたが、2013年に俳優の天野浩生さんと結婚しました。田中哲司さん、1966年2月18日生まれの俳優さんです。1990年代からさまざまなテレビ、舞台、映画などで活躍中です。2014年9月にかねてより交際をしていた女優の仲間由紀恵さんと婚姻届を提出し、世の中の男性を羨ましがらせました。
幸せで何不自由ないと思われた2017年6月に、ヘアスタイリストの女性との不倫がフライデーにより報じられることとなります。日本で最高に綺麗な奥さんをもらっても、やっぱり他の人と遊びたくなるのは男の本能なんでしょうか。その後に田中さんは謝罪コメントを発表し、不倫を認め、家族、関係者に謝罪をしました。石田純一さん、1954年1月14日生まれのタレント、俳優さんです。1970年代に星川真里さんと最初の結婚を行い、俳優の石田一生さんが誕生しましたが、その後間もなく離婚をしています。1979年に俳優デビューをし、トレンディドラマに出演するなど、時代を代表する俳優さんとなっていきました。1988年には女優の松原千明さんと再婚をして、2年後にはモデルのすみれさんが誕生しました。そして松原さんと結婚生活をしている最中の1996年10月に、フォーカスより19歳年下のファッションモデル長谷川理恵さんとの不倫が報じられました。8年にもわたって関係が続いており、マスコミに石田さんは、文化や芸術といったものが不倫という恋愛から生まれることもあるという名言を説明し、世の中の奥様の不満を一手に集めました。ちょっと言い過ぎた発言にテレビに出れない不遇の時代を過ごす原因となってしまいます。その後に長谷川さんは神田正輝さんと付き合うということも報道されており、かなりの年上好きなんだろうと思われます。不遇の時代を過ごした石田さんは11年連れ添った松原さんと1999年に離婚。その10年後の2009年に元プロ野球選手の東尾治さんの娘でプロゴルファーの東尾理子さんと結婚しました。お子さんも3人誕生し、今度こそは浮気をせずにお子さんを育ててほしいと思います。斉藤由貴さん、1966年9月10日生まれの元アイドル女優さんです。1984年にミスマガジンでグランプリに選ばれて芸能活動デビューし、1985年に卒業で歌手デビュー、スケバンデカでドラマに出演し、当時の男子たちの憧れのトップアイドルとなりました。その後に数々のドラマ、映画に出演し、誰もが知る女優さんとなりました。私生活では恋多き女性ということでいろいろ報道がされてきましたね。1991年6月にフライデーにより当時妻子がいたミュージシャン尾崎豊さんとの不倫が報道されました。また1993年には川崎麻耶さんとの不倫がフライデーで報道されました。川崎さんは当時はカイヤさんと結婚をしており、2回目の不倫報道となりました。ただしまだまだ終わらないのが斉藤さんです。1994年12月に信仰をしていたモルモン教徒の伊佐来信康さんと結婚し、3人のお子さんに囲まれて幸せに生活をしていると思われました。そんな中、2017年8月に週刊文春によって不倫疑惑を報じられたのです。今度は妻子ある開業医でダブル不倫ということになりました。袴田義彦さん、1973年7月16日生まれもモデル俳優です。1991年の第4回ジュノンスーパーボーイコンテストでグランプリを受賞して芸能界デビュー。イケメンモデルとして活躍をし、2010年8月にタレントで元グラビアアイドルの川中愛さんと結婚しました。2011年に第一子が誕生し、幸せな結婚生活を送っていましたが、2017年1月にグラビアアイドルの青山真麻さんとの不倫が報じられました。その際に利用をしていたのがアパホテルということで、アパ不倫というありがたくないいじられもするようになったそうです。そして発覚から半年経った2017年9月に川中さんと離婚したことを発表しました。その後は2017年の大晦日にダウンタウンの絶対に笑ってはいけないアメリカンポリス24時にアパ不倫の容疑者不倫仮面として出演をし、世間を驚かせました。熊田曜子さん、1982年5月13日生まれのグラビアアイドル女優タレントさんです。2001年に芸能界デビューをし、 CD を出したりラウンドガールをしたり幅広く活躍しています。2012年4月には一般男性と結婚をし、同年に女の子を出産。2015年には2人目、2018年には3人目に恵まれました。
そんな幸せな生活の中、2021年5月に旦那さんから暴力を振るわれて DV 被害を受けたと警察に通報し、旦那さんが現行犯逮捕されたと報じられました。熊田さんは、夫が帰宅する時間になると恐怖を感じるようになった。このような状態で婚姻関係を築いていくのは難しいと判断したと離婚を求めていく事態となりました。そんな中、旦那さんから熊田さんが不倫をしているという証言がフラッシュを通じて報道されました。お相手は熊田さんが出演する番組のテレビ局社員と報じられています。旦那さんが隠し撮りした録音データには、マジって震えたもん、手帳をめくる手が震えたもん、やっぱと思って、確実な証拠は絶対掴んでない、世間にバレた方が終わる、などと録音されているとのことでした。川谷絵音さん、1988年12月3日生まれのミュージシャンです。2012年にゲスの極み乙女を結成し、ボーカルとして一躍有名となりました。2016年1月にタレントのベッキーさんと不倫をしているということが週刊文春に報じられ、世の中で大きな出来事として連日報道されていましたね。二人の LINE でのやり取りも公となり、さらに話題となりました。不倫と知りながら、不倫じゃありません、略奪でもありません、センテンススプリングというやり取りが綴られています。そして2016年5月には一般人の奥さんと離婚をしたことを公表することになります。後にベッキーさんはプロ野球読売巨人軍の片岡康幸選手と結婚しました。原田龍二さん、1970年10月26日生まれの俳優さんで、妻はタレントの松本明子さんです。1990年に第3回ジュノンスーパーボーイコンテストで準グランプリとなり芸能界デビュー。その後にイケメン俳優として数々のドラマ、映画、舞台に出演をしています。2001年に女優さんと結婚し、2002年に長男、2006年に長女に恵まれています。2019年5月に愛車のランドクルーザーで複数のファンと車中不倫をしていたと週刊文春で報道されました。その相手の女性がコメントしたと言われている内容はちょっと衝撃的です。ほとんどは彼の車、いつもの場所に駐車したらすぐ後ろの席に移ってきて下半身をポロン、終われば最寄り駅まで送られてバイバイ、虚しくなり連絡を絶ちました。ちょっとせこくやりすぎな結果バラされてしまったんでしょう。自業自得ですね。テルさん、1971年6月8日生まれのミュージシャンです。北海道函館出身で、1988年に小中学校の同級生だった拓郎さんと高校時代にグレーを結成し活動を開始、インディーズ時代を経て1994年にメジャーデビューし、数多くのヒット曲をリリースし日本を代表するスターとなりました。メジャーデビューする前年の1993年には1歳年下の女性と結婚をし、長男長女の2人の父となります。お相手の大貫亜美さんは1973年9月18日生まれのミュージシャンで、1996年にパフィーとしてデビュー、数々のヒット曲をリリースし当時の人気は凄まじかったです。そんなトップミュージシャン同士の2人について、1999年2月にフライデーから2人が不倫しており、テルさんの離婚騒動が報じられました。1998年にはテルさんは奥さんと別居し、大貫さんと付き合いが始まったとしていますが、そのあたりの前後関係は微妙なところ。その後不倫を継続しつつ正式に離婚が成立をした後、2002年に2人は結婚し、翌年には長女も誕生しました。不倫&略奪婚と騒がせたが、結婚という結論に落ち着きました。しかし2020年8月にはまたフライデーよりテルさんと大貫さんが別居中で離婚疑惑が報じられております。小室哲哉さん、1958年11月27日生まれのミュージシャン、音楽プロデューサーです。1980年代には TM ネットワークとして活躍し、1988年には紅白歌合戦にも出場しています。その後も数々のミュージシャンに楽曲を提供し、小室ファミリーという言葉も生まれました。2001年には浅見さんと結婚し10ヶ月後に離婚、
2002年に恵子さんと再婚しました。そんな中、2006年8月に日本音楽著作権協会に自分名義で登録している全楽曲806曲の著作権を10億円で譲渡する仮契約を個人投資家に持ちかけ5億円を受け取りましたが、実は著作権を保有しておらず返金にも応じることはありませんでした。2008年に告訴され詐欺容疑で逮捕され、2009年に懲役3年執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。2018年1月に週刊文春にシングルマザーの看護師と不倫をしているということが報じられます。看護師として勤めていたクリニックでニンニク注射を受けて出会い、その後自宅で彼女を呼んで個別に接種を受けるようになったとのこと。黒田俊介さん、1977年3月18日生まれのミュージシャン、作詞家、作曲家です。小袋として小渕健太郎さんと2001年にデビューして活動をしており、つぼみ、桜など人気な曲を多数発表しています。2005年に結婚し、2007年、2011年、2016年にそれぞれ男の子に恵まれ3人の父となっています。コロナの影響でツアーが中止など影響を受けている中、2021年5月11日に週刊文春から不倫が報じられました。報道によると不倫相手が30代の独身女性で、最終的に自殺未遂を起こし、かなり衝撃的な内容となっています。2019年から不倫が始まり、出張先のホテルに呼んだりと関係が深まるが、2020年には関係が悪化して、それまでのやり取りのラインなどを自宅ポストに入れるなど、ちょっと不安な行動が見られるようになったとされています。黒田さんも弁護士に相談をしてストーカー行為として女性に警告、そして警察署にも相談をしていたとのこと。そして30代女性は2021年1月にうつ病と判断されていましたが、4月13日に大量の抗うつ薬と睡眠薬を服用して自殺未遂を図りました。ファンキー加藤さん、1978年12月18日生まれのミュージシャンです。2004年にファンキーモンキーベイビースを結成し、2年後の2006年にメジャーデビュー。若者に対する熱い応援歌、まっすぐな相手に対する純粋な恋の歌など数々のヒット曲を生み出しました。2013年にファンキーモンキーベイビースは解散し、ソロで活動することになり、この年に元マネージャーさんと結婚。2015年には子供も誕生しました。そんな幸せな中、2016年にアンタッチャブル柴田秀次さんの奥さんとのダブル不倫騒動が写真週刊誌女性自身に報じられました。ダブル不倫によりアンタッチャブル柴田さん夫婦は離婚。ファンキー加藤さんは離婚せず、そしてファンキー加藤さんと柴田さんの元奥さんとの間にできた子をファンキー加藤さんが認知するという複雑な関係になりました。これは女性自身に報じられなかったらどうなったんだろうと怖くなりますね。ガクトさん、1973年7月4日生まれのミュージシャンです。1995年からバンドに加入をし、音楽業界だけでなくテレビドラマや映画、舞台など多方面で活躍しています。多くの女性と噂になり、釈由美子さん、米倉涼子さん、アイコニックさんなどの有名人と多数報じられています。20代には結婚していたという話もありますが、現在は独身です。そんな中で既婚女性との関係が2021年11月に文春オンラインで報じられました。お相手は中部地方に住む釈由美子さんにの35歳の女性で、その会社経営をしている夫が妻の携帯からガクトさんとの不倫を見つけ、マリオットホテルに泊まった日には肉体関係を持ったと白状したそうです。ガクトさんは独身なんだし、あえて既婚女性を誘わなくてもよかったでしょう。今回は脇が甘かったという感じですね。乙武洋忠さん、1976年4月6日生まれの作家、タレント、元東京都教育委員、元教職員です。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業の秀才で、障害者としての生活体験を綴った5体不満足を執筆し、600万冊以上を販売しました。2001年に結婚をし、2008年1月、2010年7月、
2015年3月にそれぞれ子供に恵まれは3人の父親となりました。幸せな結婚かと誰もが思っていましたが、2016年3月に週刊新潮より2015年末に20代後半の一般女性と旅行に出かけたのが公表され謝罪。その際に結婚生活で5人の女性と不倫したことを自ら告白しました。不倫発覚後の2016年9月に協議離婚が成立した。その後もハーフモデルの岩沢直美さんとの付き合いが報じられるなど、モテモテな状態で世の男性たちからは、なぜ俺はモテないのか、という声も多く聞こえてきました。福原愛さん、1988年11月1日生まれの元卓球選手です。宮城県の宮城県小学生卓球選手権大会において4歳で優勝し、全国大会でもベスト16になり、幼稚園生が小学生に勝利をするということでマスコミに注目されました。とても愛らしい姿で、天才卓球少女として特集が組まれ、一躍アイドルとなりましたね。小学4年生でミキハウスとプロ契約をし、2012年のロンドンオリンピックで団体戦で銀メダル、2016年のリオデジャネイロオリンピックの団体戦で銅メダルを獲得しました。リオデジャネイロオリンピック終了後に、台湾のイケメン卓球選手の江宏傑さんと美男美女カップルとして国際結婚し、2017年には長女を出産、2019年には長男が誕生した。2021年2月には小学校時代の友人と社会貢献活動のための会社おむすびを設立し、代表取締役に就任をして活躍が期待されていました。そんな中、2021年3月3日にニュースポスト7により不倫疑惑が報道されました。お相手は都内の一流企業に勤める長身のエリートサラリーマンと発表されています。6、7年前に食事会で知り合い、仲が深まったようで、2021年2月に横浜の中華街でデートをしてホテルでお泊まり、翌日も中華街でデートして福原さんの東京の自宅で宿泊。翌日、イケメン男性は出勤をしたと報じられました。福原さんは仲の良い友達の一人です。ホテルの部屋は2部屋取っていましたと釈明をしています。みんなのアイドルだった泣き虫愛ちゃんが大人になって結婚、出産、そして不倫報道をされるという、子供の頃から知っている人が多い中、とても驚きを感じる記事でした。いかがでしたでしょうか。まさかこんな人まで不倫していたなんてと、驚きの内容もあったのではないでしょうか。皆さん憧れの世界で生きている方々です。誘惑に負けず健全に生活してほしいものです。ご覧いただきありがとうございました。まだの人は登録と高評価をお忘れなく。またこのお時間でお会いしましょう。それでは。